そころくで生演奏の旅、2020年元旦からスタートしたいと思います。シンガーソングライター大五郎です。カウントダウン TV をご覧の皆様こんばんは。なんでそこに至ったかみたいなところを説明したい、どうやってやっていくのみたいなところも説明したいと。今日はですね、品川区のですね、とある地域文化センターをお借りしてですね、場所がなくてですね、非常に壁が可愛い託児室しか空いてなくて、スタジオが空いてなくてですね、ここをお借りして、隣のスタジオでは尺八の練習をしております。はい、そんな中でお借りしたいと思います。もうあのね、すごくそこからネタになるんじゃないかなと思いましてですね、面白いなと思ってますが、こういった、フライヤーを作ってですね、あのいろんなところに、お配りして、行きたいなと思ってます。これ函館のね、北斗の平八さんが撮ってくれた写真を、使ってですね、結構背景がね綺麗なんですけども、こんなフライヤーを、用意してですね、皆さんの、街に配って歩けたらなと思ってます。日本一周をまずしようと思ってですね、都道府県、日本全国を回ろうということで、最初47都道府県行こうかなとは思ってたんです。でもみんなミュージシャン、誰も結構やってるので、で1年で回って、自分で例えば都市、首都、東京ならどこでやるとか、大阪だったらどこでやるみたいなこと考えてたら、47都道府県行ったよって言っても、あのいろんな町があるわけですよね、県の中で。そういう細かいところに行きたいなっていうのがあったので、次に考えたことは、日本の沿岸部、半島を含めて外周をぐるっと回るということを考えました。確かにね、そこでスゴロクみたいな感じにしようかなっていうのは出てきたんですけど、確かに回り方を決めましたけども、次大体6から1の間が出たらここだなみたいな予測がつくんですね。なんか予測がつくと、もうちょっとこうシビアなルールみたいなのが欲しかったわけですよ。で山も行けないですよね。でどうにか山行く方法とか、すごろくなんだからこうワープもあってもいいだろうっていうのをちょっと薄々考えていた時に、あ、飛行機とか新幹線とか使っていいことにしよう、船も使っていいことにしよう。そうすると島も行けるし、例えば町、飛行機、空港の近くになったら飛行機飛んでっちゃうこともあるということもあるということで、今回の、無謀なあちこちに、飛んでどこに行くかわからない、自分でもわからない、見てる人もワクワクするみたいな企画に至りました。はい、でルールなんですけども、まず東京駅から元旦、東京駅の元旦で、元旦に東京駅で、スタートしたいと思います。まあ、できればね、皆様に集まっていただきたいんですが、そこで、誰か来てくれた人、もしくは、本当に誰も来てくれなかったら、そこで誰かを見つけて、生演奏を聴いていただくという形になります。でですね、ギターケースにですね、ギターケースにこういったもの、垂れ幕をつけて、旅をするわけです。これを巻いてですね、旅をするわけです。誰か、日本一周してます、すごろく、誰かサイコロ振ってくださいみたいなことを書いてあります。で、これを見てくれた人が大体声をかけてくれるんですが、声をかけてくれなかった場合は自分で、自分から声をかけていく。まあ基本いつもやってることですね。あるいろんな全国行ってる中で本当にいろんな人に声をかけていくので、普段からそういうことをやって、例えばカフェでもどこでもいいので1曲聴いてもらおうということをね、やっていきたいと思います。で今回テーマ曲を作りました。そのテーマ曲を、短い曲ですので、その曲を中心にちょっとだけじゃあ聴いていただけますかみたいな感じで聴いていただこうかと思います。どこか分かりません、どんなところでやってるか分かりません。これは1年で終わるのか分からない、2年かかるかもしれない、じっくり滞在するんで何年かかるか本当分からないというポスターがいつも貼ってあって、
これってゴールしたのどうなのっていう気になるような何かこうフライヤーにしたかったんですね。で、この人は今まだ旅中なのかな、それともゴールしたのかなっていうのがこう全国にこう貼られていったら面白いかなと思います。なのでこういった YouTube とかでいろんなことをこう発信していくことも一つですけど、まあ、いろんなことね挑戦して、協力してもらえる人には協力してもらって、例えば何々村に行きました、来週も来るね、ちょっと何時か分かんないけどねつって来週来て、あまたあいつ本当に来たって言って、その人と仲良くなって、でそこ何々村の実はどっかの、バンガローでね、なんか演奏会やりたいと思ってんだけど大五郎くんどうかな、演奏してくれるかなって言ったらありがたいじゃないですか。あ、いいですよ、それが 2,3 人しか集まんないんですよ、あ、全然いいですよ、演奏会やりましょう、ただ今日はもう帰んなきゃいけないんで来週でもいいですかって、また来週その何々村に3週連続行ってますとか、そういうことは結構面白いんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、そこでそこの村のこともよく分かるように、そこの村の普段の生活どうなんだろうっていうのも僕も聞きたいし、本当一生懸命いろんな人と話したいし、時間をかけていく、例えば一つの町でそんだけの時間、3週かけました1ヶ月かけましたって言ったらゴールってなかなかできないと思うんですよね。ゴールはなかなかできなくていいんです。それが僕の最大のライフワークであって、いろんな町でいろんな人と出会っていろんな人とじっくりゆっくりやってくる、それで、お台場のゴールね、スタートは、東京駅ですけどゴールをお台場にしました。でなぜかというとお台場は広い場所なので、その頃には何年経つかわからないですけどゴールポストに、たった一人でゴールしてもいいなとは思ってるんですけど、そこに誰かがこう集まってくれたらすごく最高なんじゃないかなとすごく思って、違った方面からね、王道で行くのもいいと思うんですよね。全国ツアーやりました、47都道府県いろんなとこ行きましたとか、そういうのもすごく、ね、やれる人はやればいいし、そこに、メジャーの扉が開いているかもしれない。で僕はこっちの方向から、じっくり自分のお金と時間をかけていく中で、協力してくれる企業さんとかができる可能性がこっちも高いんじゃないかと僕は思ってたりもするんですね。例えば、JTB の本を使ってますけども、JTB さんがこれを見てるかどうか分かりませんが、 JTB さんがうちの本を使ってくれてありがとうねって言って、スポンサーにまでならなくても講演とかつけてくれたら箔がついたりとか、そういうのもありがたいなと思うし、いろんな街でいろんなものを食べてくる、そういったレポートもねちゃんとしてその人とじっくり話していろんな街の事情もあると思うんですよね。すごいこう、僕も驚くよう なんかその街と特有のいろんなこともあるかもしれないし、まだまだ僕の知らないことっていっぱいあると思うんで、日本も奥深いしいろんな人があっていろんな災害も起こったりとか、してる中でいろんな人に、接していろんな人に僕も手伝ってもらうけど僕も何かを手伝うみたいなこう触れ合いみたいなものを、こういった、旅の中で、YouTube で発信していけたらと思ってますんで、ぜひ皆さん楽しみにしててください。